新キャラプロフちゃん、イエーイ来ましたプロフちゃんプロフちゃんはい、今回紹介するのは昨日1月4日から始まったガチャイベント、伝説の武具6。このシリーズではですね、神々が使っていたとされる武器や歴史上や神話などに登場する伝説的な武器をモチーフにしているキャラたちが登場しています。なるほど。はい、そのため持ち主との関係性が随所に見られるキャラクターが多く存在しているんですよ。おー、ちなみに、はい、今回のガチャイベントに合わせて登場した降臨キャラたちは、うん、お正月にちなんだモチーフを使って作られているみたいです、うん、そうなんですね。お正月ということで、パッチョさんはちなみにお正月というのは何を、うん、やっぱお餅かなお餅、お餅ですよね。ごめんこれね、台本にそのまま書いてあるそうでもないかもしれない。うちはやっぱりお餅かなって書いてあるけどあのそうでもなかったから。あ、そうだ、実を言うとは、うちは割とあのニシンそばが好き。ああ、に年末、そうそうそう、うんうんうん、食べるみたいな、そんなイメージ。お餅ではなくて、ね、お餅ではない。お餅も好きよ、はい、好きですけど、どっちかというとねっていうそうそうそうありますよね、はい。まあ、ということで実際にどんな武具が登場しているのか早速見ていきましょう。はい、ちなみに今回はですね、うん、私が集めてきたキャラクターたちのプロフィールをプロフ帳にまとめて見ていきたいと思います。プロフ帳ってあの小学生の時にさ書いてある、書いてあれだと、あれですよね、プロフ帳って私の好きな食べ物みたいなやつですよね。いちごみたいないちごとか好きな人はまあいいとか秘密とかあれあれだと思います。今回はなんですけど、私がインタビューして書いていきましたので、あ、代筆で、代筆で私がちょっと汲み取って書いてきましたので、まあね、そちらも楽しみに見ていただければと思います。はい、それではスタート。はい、それでは早速読み上げていきたいと思います。名前はヴォーパルソード、性別女、私の名前は不思議の国の絶対王権ヴォーパルソード、うん、みんなからはヴォーパルソードって呼ばれているよまんまやんもうちょっとね、ぼっちゃんとかなんか、はい、あるのね、よくありますからね、このね、項目ね。なるほど、なるほど。はい、私はヴォーパルソードに宿る精霊で、今はアリスの所有物になっている剣だよ。へぇ。チャームポイントは特にはないが、アリスにもらったリボンやアクセサリーはまあ気に入っている。せっかくは感情の起伏がなく、何考えてるかわからないやつって言われているよ。ちょっとね、何考えてるかわからないですね。どない系なのかな、ですかね。うんうん。はい、そして自分の性格を六角形グラフにまとめてもらったので、こちらも見ていきましょう、うん、こちらが5段階評価となっております。ほうほうほう。そして可愛いが1、賢いが3、うん、面白いが1、うん、クールが3、うん、ポジティブも3で、真面目も3というグラフとなっております。ポジティブなのね。ポジティブですね、うん、でも意外とちょっと可愛いとかね、ちょっと容姿に対しては、うん、コンプレックスなんですかね1位というところではありますがはいはい、はい、こちらタケチョリーズメモのところも読ませていただきます、はい、ジャマオックの封印に使われていた剣をアリスが引き抜いたため彼女の持ち物になった剣、アリスといつも一緒にいるためアリスのことが大好きなルイス・キャロルに嫉妬されているらしいということです。うそうだね、ルイス。こちら年齢は14歳ぐらいですかね。うん、うん、お若い、お若い、うんさらに持ち主のアリスさんにも、うん、オーパルソードのどう思ってるか六角形グラフをね書いてもらいましたので、こちらも見ていきたいと思います。こちらが可愛い5、賢い5、え、面白い5、え、クール5、ポジティブ3、真面目5となっておりますそうだね、人から見ると、うんうん、ポジティブは3なのかもさっきの評価見る限り3っぽいですよ ね、 そうね、ちょっとあそこを感じられますよね。あ、めっちゃ高評価だね。もうほぼ5段階評価のマックスですからね。へぇ。さあ、そしてここからは重心化前と重心化の姿のイラストを解説しちゃうぞ。まずは重心化前、うん、こちらがジャバウォックを封印していた時代のヴォーパルソード、さながら牢獄に閉じ込められているかのように長い年月をジャバウォックを貫いたままで孤独に過ごしている様子を表しています。そして重心化後はこちらになります。封印から目覚めたジャバウォックがアリスによって打ち倒され、彼女の持ち物となったヴォーパルソード、重心化はアリスと共に悪者と戦っているシーン。ヴォーパルソードが地面に剣を突き立てると、地中で剣先が無数に分裂し、敵の真下から一斉に剣先が飛び出す攻撃が発動、うん、相手を串刺しにするド派手な攻撃を見たアリスはとってもご満悦だったそうです。なるほど、すごいで
ですよ、ね、今一生懸命どういう状態かなってやってましたけど、いやーごまいつだったんですね、アリスはね。アリスはもうそこを誇りに思ってるんでしょうかね。ですかね、うん。続いてはトライデントを紹介していきたいと思います。はい、名前はトライデント、性別は女。私の名前は嵐を乗せる大会の神器トライデント、みんなからはトライデントって呼ばれているよ。ん、私は海の神様ポセイドンが持っている三つ股の森の精霊だよ。チャームポイントは可愛い笑顔と三つ股のティアラ。性格はとっても元気で可愛くて、ポセイドンおじいちゃんからは一緒に遊んでると楽しくていっぱい元気をもらえるって言われているよ。さらに性格をまた六角形のグラフでこちらに書いてありますので見ていきましょう。可愛いが5、うん、賢い4、うん、面白い4、クールが3、ポジティブが5、真面目が2となっております。もう自分で不真面目だと思ってる。でですかね、もう2ですからね。みんなさ、あだ名がないんだね。そうなんですよ、ね、つけてあげようか、もう。で、トラちゃんとかにする。トラちゃんだよ、もう。で、そうですよね、うん。そして、うん、竹取り詰めもいきますね、うん。ギリシャ神話に登場する偉大な海神ポセイドンの武器だが、その中は親密で、ポセイドンのことをおじいちゃんと呼んで、うん、実の祖父のように慕っています。なるほど。強力な力を持ち、偉大な持ち主からはいつも可愛がられているためか、生意気に育ってしまった嫌いがあり、神々以外に対しては尊大な態度をとってしまうこともあるそうです。これやっぱり真面目になんですかね。すごい、いい子いい子に育ってしまったのかなですかね。ポセイドンの箱入り孫ですかね。箱入り孫なんですね。箱入り孫です。年齢はね、まあ10歳ぐらいですかね、うん、若い。まだピチピチの、うん。さらに持ち主のポセイドンさんにもトライデントをどう思ってるのかグラフで書いてもらいましたので見ていきます。可愛いが5、うん、賢いが4、うん、面白いが5、クールが2、ポジティブが5、真面目が3となっております。お互いにそこは一致してるね。真面目ではない、真面目ではない、ね、ちょっと一点高い3ですけど、なるほど、まあ、本人評価とね、うん、結構近いですよね。そうですね、うん、やっぱなんか面白い、なんかこう元気な感じなんですかね。するんですかね、うん、もう可愛いも5ですからね。相当可愛がってる ね。さあ、そしてここからは獣神化前と獣神化の姿のイラストを解説しちゃうぞ。まずは獣神化前、海の平和を脅かす悪者を退治するためポセイドンと共に出動したトライデント。悪者を見つけ、ふふふ、全然大したことなさそうねと自信満々の笑みを浮かべています。ちょっとフラグ感あるね。フラグですかね。両手に持った極剣からはトライデントが操る嵐と波涛の力が溢れ出しており、ただならぬパワーを放っています。おお。そして獣神化後はこちらです。海の平和を脅かす悪者を退治するため、そのパワーを解放したトライデント。手にした剣からは荒れ狂う嵐と波の力を解き放ち、大地を揺るがす超絶パワーで敵を軽くひとひねりしています。おお、ひとひねり。グルンっていう感じですかね。すごいですね。すごい。ね、でも、うん、可愛さやっぱ満点ですね。ね、もうなんか楽しんでる感じが、うんうんうん、で、ひとひねりしてる感じね。スナイプありますね。スナイプ。そういうことじゃないと思う。続いてはこちら。私の名前は北条と破壊の宝物内出の小槌。みんなからは内出の小槌って呼ばれているよということで、こちらもなんかつけてあげてくださいも。そうですね、もううっちゃんでいいけど、うっちゃんでいいです。そもそも行ったかな、このゾーン。このゾーンいるかな。いい、3人ともいらないですよ。いるかな、うん、いいですからね。次回からちょっと省きましょう。省いていこうか。ある方だけにしましょう。そうしましょう。そして私は持ち主に富をもたらす魔法の小槌、内出の小槌に宿る精霊で、今は大黒天さんのお世話になっておりますだよ。おりますだよ。おりますだよ。あってる。おりますだよってなっております。正解なんだ。正解です、こちらが。チャームポイントは和やかな笑顔。性格は信用第一。いつもニコニコ誠実にって言われているよ。続いて六角形グラフも見ていきます。可愛いが4、賢い5、面白い4、クール1、ポジティブ4、真面目が5となっております。お、結構全部高い、うん、ですね、うん、でもクールは1なんですね、うん、意外とね、クールっぽく見えるけどね、クールな感じしますけど、うん、
笑顔とかだからちょっとクールじゃないわよって感じです。クールではないね。なんかですかね、うんうん、はい、ここで竹女リズメモ。慣れ慣れしいが腹の底は見せないうさんくさい商人のような人物、はあ、服を呼ぶ力を持っており、所有しているだけで持ち主に富をもたらす、また望みを唱えながら小槌を振るとその望みを叶えることができ、うん、何もないところから大判小判を出したり一寸法師の身長を伸ばすなどしたこともあるそうです。ニスになっちゃったりニスですよ。ちょっとだけね。大学展以外にも鬼や一寸法師の手元に渡ったこともあったそうです。あれ、こちらは20代半ばぐらいの、うん、ですかね。なるほどなるほど。まあなんか今回見た中ではちょっと一番年上に見える感じも、うん、そうですね、あるかなっていう感じですね、うんうん、まあ結構ね商売繁盛みたいな感じだもんね。商人ですもんね。商人だから。さらに持ち主の大黒天さんにも、うん、うちでの小槌をどう思ってるのかグラフで書いてもらいましたので見ていきたいと思います。可愛いが1、賢い5、うん、面白いが5、うん、クール1、うん、ポジティブ3、うん、真面目が1となっております。あれ結構低評価。なんか本人結構ね自分高めに真面目5とか言ってましたけど、そういう感じだ。実際こう周り評価されると1、うん、結構そうですね、やんちゃな感じなのですかね、うん、可愛いも1ですしね。あ、でもクール1は統一されて、うんうん、相当おちゃらけてるのかもしれないですね。うっちゃんおちゃらけ系。さあ、そしてここからは重心構えと重心化のイラストを解説しちゃうぞ。はい、重心構えがこちら。持ち主である大黒天に福をもたらしている内出の小槌、大黒天を祀っている寺の賽銭箱の上に座って小槌で自分の頭をこついて参拝客へにへつらったように笑みを向けています。重複のパワーにより賽銭箱の周りには大判小判が溢れ出すほど集まっています。重心加護がこちらですね。大黒天の命令を受け敵と戦っている場面、内出の小槌が小槌を振り下ろすとそれに連動して攻撃が発動、上空から巨大な大黒天像が落下してきて敵を叩き潰す攻撃を行っています。なるほど、すっごいでかいですね大黒天。すごいね。すっごいでかい。これはもう下からアングルだよめっちゃね。下アングルですね。下も顎がす二重顎だ。見るところ、うん、いやこれで叩き潰されたらねやばそうですよね。ちょっと重そうだね、うんうん、続いて降臨キャラ。降臨キャラではお正月に関連する内容をモチーフにしたキャラが降臨しています、はい、こちら詳しくはゲーム内で確認してみてください。はい、新イベントのキャラを見ていきましたが、うん、いかがでしたでしょうか。なんかもうすでにモンストの中にもいるキャラクターとのセットだったりするから、ね、なんかこうしっくりきた、ね、聞いてて、うんうん、あのポセイドンじいちゃんのみたいなのが、うん、が持ってるとかありますもんね。そう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 、それがすごい面白かったんで、ちょっとなんか見比べたりしてみたいなと思いました、うん、イラストとかね、見ると良さそうですよね、うんうん、ですです。はい、ということでモンスト新キャラプロフ長でした。はい、ありがとうございました。ありがとう。バイバイ。あらら、つけてあげてね。